ニュース上ね、いやー、はい、始まりました。今日のお客様は須田慎一郎さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、もう声ガラガラで、声ガラガラですね。はい、阪神の応援で、あー、はい、おめでとうございます。もうありがとうございます。もう7戦までも連れ込んじゃって、ねえ、ね、もう大声上げてたらもう還暦超えると喉ガラガラになっちゃう。もう最終戦も行ったんですか？いや、行かないですよ。行かないです。東京で、ね、東京のトラムみたいな、パブリックビューイングみたいなね、居酒屋でやったんですか？優勝決めて結局タダになっちゃってる。ただ、すごい、もう今日はタダだみたいな。さすが阪神ファン、太っ腹、すごいですね。はい、そして広島ファンの直達んでーす。広島ファンだと思う。そうなんです。広島出身ですか？いや、日本一羨ましいと思って。セリーグ3連覇しても1回も日本一になれなかったから。あー、そうか。でもしょうがないよ、阪神だって38年ぶり。38年ぶりですよ。38年前、10年生です。85年でしょ。16歳です。記憶あります？ありますよ。阪神優勝したの、岡田バース。掛布バース岡田か。何順番でしたっけ？はい、そうですね。3連続ホームランみたいな。そうそうそう。バックスクリーン。バックスクリーン3連続ホームランでね、語り継がれましたけど。38年前いくつ？だから、生まれてないです。生まれてない。さすがに生まれてないです。結構言ってますけど、さすがに生まれてない。38年前で社会人1年生なんですよ。ああ。で、新聞社入って、東京勤務かなと思ったら、いきなり大阪に飛ばされちゃって。それで大阪で、ね、まだ1年生だからやることもないから、はいはい、ね、甲子園球場によく連れていかれたわけ、そしたらね、もう天然芝なんですよ、はい、あれを見て感動してね、まず、こんな綺麗な、ね、芝があるんだ、で、いきなりタイガースファンになっちゃった。だからそこから、うん、あ、38年前にタイガースファンになって、現在に至る。長かったですね。長かった長かった。85年だからね。めでたいほう。うん。でも85年でもあれですよね。金融的に言うとプラザ合意の年で、翌年から円高不況でね、ちょっと景気悪くなったんですよ。そうそうそう。で、そこで、そう、円高不況の時に、もう、これじゃダメだっていうので、めっちゃ金融緩和したの。そしたらバブルになったの。87年から88年、89年と、どんと来て。バブル本当知らないもん。そこでバブルになったんですよ。だって僕なんて、甲子園球場、会社の黒塗りハイヤーで往復したら。え、すごい。そうそうそう。バブリー。バブリーだ。バブリーだわ。超バブリーだった。そう。で、そのちょうどバブルの頃に、大学生だった方がですね、今日ご紹介する、青木さん。青木里さんこと、青木おさむさん。元共同通信で、サンデーモーニングのね、通称バイトリーダーと言われてるね、エースコメンテーター。エースコメンテーター。エースですね。はい。もう左に曲がる、こう、変化球が得意なんですけどね。はい。こう、バナナシュートみたいに打つんですけど、なんか最近、神宮外苑の件でね、いろいろなんか、ちょっと、おっしゃってると、津田さんからちょっと報告受けまして。いやー、僕もね、青木さんとはね、結構面識もあるし、一緒にイベントもやって、仲悪い仲じゃないんですよ。はい。ね、悪い仲じゃない。悪い仲じゃない。ないんだけど。よくもない。よくもない。ただ、この言い方はちょっとおかしいんじゃないのって。ね、ジャーナリストを名乗る以上ですね、ちゃんと現地へ行って取材をして実態を把握してから、いろんなところで発言された方がいいんじゃないのかなと。そうなんですよ。どうした？で、私もね、毎週日曜日注目してる青木さんのことなんで、何言ってんだろうと思ったんですけど、あまりにも影響力のないメディアで言いまくってるんで、私も知らなかったんです。なるほど。で、今日検索して、やっとわかりました。なるほどと。神宮外苑の再開発計画って知ってます？知ってる。神宮球場が。あ、そうか。よく行くから、そうだよね。あそこ、要は地上権取引をして、三井不動産でしたっけ？ね、三井不動産とか、まあそういうのがこう再開発をしてですね、ビル建てて、で、それでそのまあ樹木がね、まあ、切られるっていうので、樹木を切るんじゃねえと言ってですね、主に左翼の方がね、サンゴデュリスさんをはじめとした、左がかった方が大反対、まあ、坂本さんそれやってる途中で亡くなっちゃうわけですけど、でもあんま盛り上がらなかったんですよね、結論的には。で、それが盛り上がらねえ腹いせにね、青木さんが、なんでこれはね、右翼の連中がね、神宮外苑のことを騒がないんだということで、なんか大騒ぎをしてると。で、ある方がそのことをね、ブログに書いてるので、ちょっとそれをね、要約した文章をちょっとね、読みますけれども、神宮外苑再開発問題、武田砂鉄さんも言われているが、青木さんの視点で、計画は、神宮、明治神宮、三井不動産などが再開発超高層ビル2つで、数千本の木が破壊されて緑がなくなり、坂本龍一さん、村上春樹さん、桑田佳祐さんも反対、先人が大切にした木、しかし、神宮外苑について、明治天皇とその妻の記念のもの、日本の天皇制、日本の明治維新が、の近代化のもとで、日本の保守派はなぜ文句を言わない。
青木さん、月刊日本の南岡さんに聞いて、明治天皇の遺訓のために樹木があり、全国から木が取り寄せられ、1939年の書類に明治天皇、天皇制のための神宮外苑、天皇の依代という記述があると。安倍菅岸は、明治に憧れ、安倍晋三ら明治の精神を賛美。2018年に明治150年の式典をして、安倍氏、明治に、習い、未来を開く、そして、夫婦別姓選択、同性婚、LGBT に日本のネトウヨの無茶苦茶な反対は、明治のものを破壊するからであり、なら明治天皇と妻のためにボランティアで作った緑を破壊するのか、明治神宮、神宮外苑開発にネトウヨは反対しないのか、そして三島由紀夫氏、自害の際に最初に放ったのは、日本は経済的繁栄にうつつを抜かして精神が、亡くなられた坂本龍一さんの指摘に通じて、保守の精神、このラジオの中で中村武さんたちが指摘していると、というなんかちょっと尻滅裂なまとめなんですけどもう途中からわけが分からなかった。まあ、ちょっと要約すると、はい、神宮外苑の樹木は、明治天皇の、ために、そしてまあそのね、皇后陛下ね、当時のね、のために集められ、植えられた、献木されたもので、そう、事実です。で、それを今切って再開発しようとしていると。はい、で、明治の遺訓にならえとかね、言ってるね、このネトウヨどもが、なんでこの木を切ることに反対しないと、お前らおかしいだろと言って、ぶち切れてらっしゃるわけなんですが、青木さん、もうちょっと取材してからこういうこと言わないと、恥ずかしいよ、マジで。あ、ちょっと違うんですか？全然違います。はい、まあ確かにね、事実はそうなんですけど、なぜこの再開発が必要かというと、明治神宮を守るために、実は必要。逆なんです。はい、この再開発に反対してる人は、多分明治神宮を潰したい人ですね。うん、そうだね。そう、むしろ。そう、むしろ。知らないわけじゃなくて？分かってなくて言ってるのか、たまたま環境守れって言ったら明治神宮潰すことに繋がったんでラッキーって思ってるか、まあ真相知っててこれ言ってんだと相当悪質なんですけど、あ、なるほど、ね、多分取材していいんじゃないかっていう説明。そうなんですよね。これ須田さんもすごいんですよ、ここ。はい。これね、取材してない人多いんですよ、さやちゃんと、ちゃんと。リベラルの人たちで、はい。どういうことかっていうと、明治神宮って内苑と外苑ってあるじゃないですか、はいはい、いわゆる原宿の外側にあるのが外苑ですよ、内苑ですよね、はい、うっそうとした森があって、本当の寺の周りの静かな神社の周りの静かな森がすごいところ、明治神宮の森、はいはい、原宿駅の隣のところです、はい、まあ、あれが内苑、はい、あれは切るんじゃないんですよ、あれ切るんですよ、ね、あれ切りませんよ、それはちょっと私よくないなと思って、でその辺ね、誤解されてる方も多くて、はいはい、あの反対派の中には、うん、明治神宮内苑の方の映像とか使って、ね、この木を切るのかとか、いや、その辺は確かにダメでしょって思っちゃう、場所違うからそこは切りません、まあ、これはちょっとレベルが低すぎるよね、はい、青木さんはそこまで言ってませんまあ内苑があって外苑があります、はい、ね、それで運動とかスポーツを推進するんだ、国民の、ね、健康を増進するんだということで外苑が作られましたということなんだけれども、はいはいはい、ね、ここ近年ね、あの明治神宮って非常にね、困ったことが起きてるんですよ。何それはどういうことかっていうと、要するに内苑ってあれだけ広いから、うんうん、その維持管理費がなかなか捻出できない。あ、そうなんだ。そう、まあ、確かに綺麗にされてますもんね、もうあの森の手入れ超金かかるんです。あ、そうなんだ、あれだけのものを都心でね、維持するって大変ですから、で、宗教法人としてのね、うんうん、明治神宮、その売り上げを見てみると、うん、大体 18% ぐらいが宗教活動、玉串料だとか、あのお賽銭とか、うん、はい、で残りがですね、外苑で稼いでるんですよ。あ、へえ。で外苑といっても渋谷ラグビー場、あれは明治神宮の所管じゃないから、うん、あ、そうなんですか。あれは独立行政法人が持っているところで、国が事実上所管してるところ、そんなほぼ隣なんですね。そうです。ですから、そのほとんどの外苑は、神宮球場によって利益が上がってくる、家が上がってくるという構図なんです。そう、ヤクルトが頑張らなきゃいけないんですね。そうなんだよ、その通りところが神宮球場は、はいはいはい、ね、もう耐震基準満たしてない、老朽化がどんどん進んでいって、まあね、もう使うわけにいかないということで、うん、建て直さなきゃならない状況になった、はいはいはい、まあ建て直すに数百億円かかります。かかりますよ、うん、で年間売上が大体80億円ぐらいしか、ね、明治売上ですよ、売上で80億しかないですよ、うんうんうん、じゃあ自分たちでそれが捻出できるのか、できないんだろうね、うんうん、
まあそれに経営詳しいからどうですか。そうですね。まあだから80億しか売り上げないわけですから、うんうん、でしょ。で数百億、まあ、かかるわけですよね。そうだね。でそれで貯金だとほとんどないわけだから、うん、そうそう全部借金でってことなんでしょ。はいはい、80億の売り上げのうち売り上げの利益どれぐらい出るかですよね。利益率は出てないんですからね。ほとんど利益、ね、そうでしょ。で利益がその少ない、まあ例えばじゃあ 10% ぐらい利益だとして8億でしょ。うんうん、でそれでいろんな諸経費ね、まあ引いて利益8億出たとして、それ丸々借金返済に当てたとしても、うん、数百億ですから、うん、もう何十年という単位でもお金かかっちゃいますよね。うん、借金返済で、で金利もつくしということで、うん、これ厳しいなと。で神宮の人たち困った。そう、あのまま球場のまま立て直すんだったらちょっと厳しいねと、うん、なんか付加価値つけて、うん、もっとこうやらないといかんねって話になるわけですよ。あ、なるほどね。よく出てくる議論として、はいはい、じゃあ国とかね、東京都、うん、そういう公的機関がお金入れれるじゃないかと。神宮球場、そうそうそう、神宮球場だし、ね、公共のものなんだから、ね、国はお金いらないのと思うでしょ、うん、球場だしって思うでしょ、なんか球場だしって思うでしょ。ところがですよ、ここポイントなんです、はい、できません。あ、そうなの。憲法上の規定、憲法89条。ああ、でも広島も自分らでやっとるもんな。あれはまたちょっと違うけど。タルボッケみたいなことやってるから。いや、あの宗教法人に公的資金入れちゃいけないんですよ。公金入れちゃいけない。そうそうそう。ああ、そっか。明治神宮だから。あ、そっか。なるほどね。そうなんですよ。難しいな。宗教団体なんですよ、そこは。だから国が入れちゃったら、ほら、なんか宗教の国有化みたいになるから、確かに。確かに。そう。信教の自由とも定職。信教の自由にも定職しちゃうもんね。はい、でそうすると自分たちで賄わなきゃならない。じゃあクラウドファンディングっつった時に、うんうん、神宮球場をクラウドファンディングした時に、はいはい、じゃあそっちに対してね、うん、出してくれた人に対してなんかこうね、お礼をすると、うん、全然こっち内縁の来ないんですよ。なるほどな、うん、そうそうそう。内縁の維持管理費をしなきゃいけないし、ね、神宮球場建て直しを、うん、それのこう起爆剤というかね、まあちょっとね、ディールにしようとしてたんですけど、はいはいはい、クラファンやっちゃったらほらもうあの返礼クラファンの人が返さなきゃいけなくなっちゃうから、まあ、そうだね。そうすると困って、じゃあね、あの建物使用するにあたって使わない空中券、はい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 、その建物の上にある、うんうん、これを近隣の伊藤忠だとかいろんなところに分譲し、うん、だから高層ビル建つんですよ。はあはあはあ、周りに、そっか、なるほど。周りに高層ビル建つと景観が崩れる。あのうっそうとした森、うっそうとした森ないんだけどね、あの景観が崩れるのけしからん、はい、あるいはあの神宮外苑のイチョウ並木あるじゃないですか、ね、あれも切り倒されるんだろうみたいな。切り倒されません、あそこの道は都の道、都道ですから、都の街路樹なんですよ。ビッグモーターみたいなことはしませんよと。あれは大事ですよね。大丈夫です、あれは残ります。いや、そうじゃない、周りで高層ビル建つと目で繋がってるから目からやって倒れちゃう、倒れますそういうのもちゃんと管理してんだよ東京都の、うん、何言ってんだよ。いや、だから問題なのは、はい、内縁を守るために知恵を絞って絞って絞り抜いて、うん、ね、うん、出てきたのがあのプランなんですよ、はいはい、だから保守派はだって内縁のあのね、うん、明治神宮、明治天皇、明治天、うん、ね、明治皇后のですね、陸軍を守るという点では、うん、やっぱりこれ必要だから、うんうん、確かに、うん、だから別に文句言わないのは当たり前なの。外苑の木ってどこのこと、どこなんでしょうだから外苑にそんな木、だから私も外苑の木って言ったらあのイチョウ並木しか思い浮かばなくて、まあしょっちゅう言ってもね、そうそう、だからそんなに木あったっけと思って、なんかね、あの神宮球場の脇にちょっとダーッとあったりとかするらしい。あ、思いつかねえんだよ、ほんまに。まあ、あの上空写真見てもないからね、もうね。どこの木のことなんだろう。一応だからこの手のその左翼の、まあ、ご活動されてる界隈の方で、うん、まあこのね、神宮外苑の問題やってる人は、うん、まず内苑の木が切られるみたいな嘘の動画をやってる人いる、うん、これは絶対手つけますよ。人が反対するぐらいだからそういうことあるかな。そう、それを守るための再開発なんで、そこ切るわけないでしょうと。うん、次、イチョウ並木がなくなる。いや、あれ、都道なんで、なくなりません。これ切ったらビッグモーターですよ、と。ね、無理ですよ、という。じゃあ、どこの木切るんだと。分かってるんですかね、私。いや、分かってるんじゃないのかな、と言ってるんですよね。ね、で、まあ、結局、その神宮球場を建て直しに関わる、まあ、ちょっとその周りの、まあ、環境が変化すると。うん、で、まあ、空中券を売ったんで、まあ、当然、周りのマンションがちょっと高層になりますよ、と、はいはい、いうのありますけど、まあ、でも、それは内縁を守るために、そう。まあ、やってるわけですよね。横浜のスタジアムとか周り高層ビルだらけですしね。そうね、確かに。マンションばっかいっぱいあるし。まあ、そうだね。まあまあ、でも、思い出があるんじゃない、やっぱり、自分たちの青春時代さ、はい、あの、イチョウ並木でね、はい、デートしたりとか、子供連れて遊びに行って、はい、あの景観なくさ、思い出は壊れる。わがままな老人たちですね。じゃんね、そうそうそう、だって内縁がなくなるのが一番困る。じゃあ金出してよって感じだね。そうそうなの文句言ってるやつ金出せって。なんかとりあえず文句言っ
そう。確かに。それは正解なの。確かに。うん。金でも出さないんでしょ。そう。金出さないわ、口だけは出すわ。はい。しかも取材はしねえわ。しないわ。うん。まあでもあまりにも影響力のない媒体で言ってるので、俺ですら気づかなかったという話なんですけど、まあそれにしてもずさんですね、相変わらず。いや、ずさんすぎるよね。ドヤ顔でいろんなところで行ったりして書いたりしてるからね。恥ずかしくないんですかね。いや、びっくりしちゃってるのよ、最近。昔はもっと緻密だったのよな。ああ、まあ。知ってんのか知らないのか怖いですね。いや、でもね、最近ね、そういうね、あの、左翼の雑さっていうかですね、まあちょっとバカさ加減がいろんなところでバレてて、まあ一番有名なのはトリチウム生物濃縮説ね。あれはもうどうしようも、トリチウムってほら今回処理水に入ってたやつですけど、生物濃縮っつってね、要はその食物連鎖の上の方にいるものがこう食べていくとね、どんどん体とか溜まっていくって言うんですけど、トリチウムって水なんで、食っても抜けちゃうのよ、水循環してるから。当たり前だと思うんですけど。で、これ例えて言うとね、ぬか漬け。ぬか床にこう野菜入れるじゃん。その野菜がぬか床よりもしょっぱくなるかどうか。なるわけねえんだよ。ぬか床までの塩分にしかなんないの。これ浸透圧っていうのが、ね、高校の時に習ったと思うんですけど、あれだと思うんですけど、ずっとつけてるとね、もうぬか床の名前も濃くなりますよっていう話をしてるんで、こいつら頭大丈夫かなと思って。いや、しかし高校の勉強大事なんだな。大事ですよ。ほとんど高校行ってなかったからね。そんなでもまあ浸透圧ってありますよ。だからその塩水にね、濃い塩水に薄い塩水入れると、まあ、あの、濃い塩水と薄い塩水の間の濃度になりますよね。薄い塩水が濃い塩水よりももっと濃くなることはないですよね。まあ、簡単に言うとね。まあ、そういう簡単なこともなんか分かってなくて。いや、これ本当恐ろしいなと思うんですよ、ね。ただね、やっぱりね、ネーミングがすごいよね。坂本龍一さん。はい。桑田佳祐さん。はい。こういった面々が出てくると、どうだーみたいなことになるんだ。どういう感じしますね。でも桑田佳祐さんもこの手のね、左翼的な発言で、まあ、たびたび炎上してるじゃないですか。あ、そうなんだ。なんか、あの、ほら、勲章をなんかちょっとポケットから出したりとかして、ね、右翼に凱旋かけられて謝ったりとか。へぇー。この間もなんかやりましたよね、ライブでなんか余計なこと言ってね。あ、そうなんだ。多いんですか、やっぱそっちのミュージシャンとかってやる。どうなのかな、もともと出自は、でも青山学院大学だから、はい。ね、やっぱりそのあたりの景観を見たかったのかな。はい、ああ。実を言うとね、僕ね、はい、あの、先輩バンドなんですよ。あ、そうなんですか。うん。まあ、師匠一緒の、斎藤信さんってパーカッション。あ、そうなんですね。その下にザ・トンナンシャーペイと思って、はい、我々のバンドがあった。へ、唯一メジャーデビューで抜けなかった、どうしようもないバンドって言われて。サザン、ヨガならじゃああれだったんですね。サザンオールスターズならぬ。ね、ゾウさんライトボムみたいな。ゾウさんライトボムだった可能性あるんですね。いや、全然、お前たち才能ないからやめろって言われてる。あ、そうなんですか。そういうつながりで。いや、あの、篠田秀明先生もね、あの、高校の頃、小酒とバンド組んでて。すごいな、それ。そうですよ、小酒とバンド組んでて。でも、小山田圭吾が現れて、もうこれ絶対無理だと思って、それで、あの、勉強して大学に行ったそうです。そうなの、そうです。ミュージシャンになろうとしてたらしいですよ。篠田先生、すごい声がいいじゃないですか。あの、ボーカルやってたの。なんかさ、雰囲気感似てるよね。小酒と。そうそう、小酒と同じ高校。空気感が。同じ高校ですから、あの、多摩高校ですか、はい。でもそういうミュージシャンとかね、あとその世界を代表する村上春樹先生までよく調べずに。お金出してくれればいいじゃん。いや、そう、金持ってんのかね、村上先生ね。お金持ってんの。村上春樹先生はなんでですか。なんでなんだろうな。でもやっぱどこまで理解してるんですかね。いや、あんま取材してるとも思えない、ね。やっぱだからこういうことを言ってる人がいる、それは嫌だって思って言った以上かもしれないです、ね。もうね、入り物に乗っかっとけみたいな。あ、それあります。なんかね、左翼って割と同調圧力強いみたいなんですよ。だからトリチウム生物濃縮みたいなもう完全に科学的に否定されてる話でも、周りが言ってるとか言わなきゃいけないみたいなので、SNS で未だに言ってるやつがいるので、たまにいいなと思って、本当にバカみたいだからやめてよって思うんですけどね。昔ちょっと俺ほら左がかってたんで。で、頭いいと思ってたんですよ、最後の方が。でもあれ、嘘で、あの、頭いいっていう宣伝がうまかったんですね。で、実際は結構、あんで、みんなね、最近なんか劣化したみたいに言うんですけど、昔からポンコツだったんじゃないかみたいな話も結構ございまして、なんで、まあ、こういうのからね、ボロが出てきますね、いろいろね。まあ、秋さんでも最近その点は多いですね。なんか、サンモニでも随分あんま取材せずに断言されてることが増えてんじゃないかなと思うんですけど。ラフなんだよね。ラフ。なんか最近ね、はい、あの、温泉行くのが趣味になってきたみたいで、ちょっともう半分引退気味なのかなみたいな。なんかあの、だいぶお金お持ちみたいですね。あ、そうなの、青木さんは。はい。まあ本当にリアル世田谷自然左翼どころか、まあ噂ではね、港区自然左翼なんじゃないかと。あんまりちょっと言っちゃあれなんですけどね、個人情報なんで。だいぶ、はい。いろんなことを聞きましたよ。でもさ、青木さんとか知ってる？知らないですよね。結構ね、サラサラした髪でね、第2、第3ボタムだけですって、胸元だけですって。そんな方結構モテモテ。あ、そうなんだ。なんかコメンテータ
たあのそうかっちりした感じ。胸元はだけてね、その、はだけてますけどね。仲間じゃん。仲間です。仲間です。一緒にこんなんやりますか。ね、ポーズ教えてあげたらいいよ、ね。はい。まあということで、まあ全然調べてないのね。うん、でも常念さんあれですね。はい、あの青木ウォッチャーだと思ったら意外と、うん、追っかけてない。あんまり関心ないんですよ。気持ちはあの丁寧はやってんですけど、そんなに関心ないんで、俺もう忙しいしね。すみません。ということで、じゃあちょっとあんまりボロが出ないうちにね、この辺で終わりにしたいと思います。はい、ニュース上ね、また来週。